仙台麩のカツレツを作ります。まず仙台麩は袋の上を切って脱酸素剤を取り除いて水を入れて15分ぐらい置きます。戻りましたらこのように手で絞るんですが、1枚ずつ絞らないと先ほどのように仙台麩がちぎれてしまいます。必ず1枚ずつしっかり絞ってください。それからバッター粉といいまして、卵と薄力粉をよく混ぜたもの、これでパン粉をつけます。卵をよくほぐしましたら粉を入れてよくかき混ぜてください。とろっとするまでかき回してください。ここに仙台麩の固く絞ったものを入れて和えます。全体にまんべんなくつくようにかき回してください。そうしましたらボウルにパン粉を入れまして、1枚ずつ入れてボウルを振ってこのようにつけます。こうすることによって少ないパン粉で、全部をつけることが可能です。無駄なパン粉が出ません。今日は付け合わせにピーマンとナスの唐揚げをつけようと思います。盛り付ける間際に軽く塩をしてください。そうしまして仙台麩なんですけれど、本来は少ない油で焼くという方法がカツレツなんですが、今回は油で揚げます。大量の時にはこのように揚げた方が早いです。時々裏返しながらこんがりきつね色に揚げてください。こんな風で出来上がりです。これはタルタルソースでもウスターソースでもお好みなものをかけてください。それからカスタードソースでデザートもとても美味しいです。それからカツ丼風に玉ねぎと煮てもとても美味しいです。